コオロギは、昆虫ズナバッタモクキリギリスアモクコオロギ上下の総称である。分類体系によっては、コオロギ化ともなるが、差し示すものは同じである。日本では、コオロギ化コオロギ赤に分類される、エンマコオロギ、ミツカドコオロギ、オカメコオロギ、ツズレサセコオロギなどが代表的な種類として挙げられる。ただし人によって、コオロギの概念は異なり、 コオロギ浄化の中でもスズムシ、マツムシ、ケラなどを外すこともある。成虫の体長は10ミリメートル前後40ミリメートルほどだが、アリーズカコオロギ、マダラスズ、シバスズなど数ミリメートルしかないものもいる。日本に分布するコオロギで最大種は体長30から40ミリメートル前後のエンマコオロギやケラだが、海外には台湾オオコオロギを はじめ5 0ト、mm、ルを超える種類も多い。体色は黒茶色のものが多く、太短い円筒型か防水系の体つきをしている。頭部には体長以上はある毛髪状の触覚を持つ。また、微端にも後ろ向きに二つの微毛があり、これも触覚同様に周囲の様子を探る感覚器である。足の中では後ろ足が特に長く太く発達し、移動や 逃走の際には後ろ足を利用して跳躍するものが多い。また、前足形節の付け根に耳を持ち、これで周囲の物音やた個体の鳴き声を聞き取る。足にある感覚器が刺激されると体が硬直するため、捕食者から逃れようと石の隙間に入り込んだり、人が指でつまんだりすると疑心に陥ることがある。成虫には、羽があり、羽を使って飛翔する種類がいる。 その一方で前後の羽が臨場に退化したものや全く消失しているものもいる。オス成虫の羽にはヤスリ状の発音器や共鳴質があり、発音器を擦り合わせて鳴くものが多い。羽を使って鳴く種類のオスとメスを比べた場合、メスの前肢の芯脈は前後に直線的に伸びるが、オスの芯脈は複雑な模様を描く。中にはメスに羽が鳴く。 オスに鳴くための前肢だけがある金叩きのような種類や、オスはうか後に孔子が取れてしまう種類もいる。樹状性の種類の中には、立派な羽があるにもかかわらずオスも全く鳴くことができないものも少なくない。コオロギはメスを寄せ付けるときに鳴くほか、縄張りを守るために鳴いている。メスの微端には長い産卵管があり、産卵の際に土中や、 植物の組織内に産卵管を差し込む。地上性、半地上性の多くの種類は、他のバッタ目昆虫に比べ胸に柔軟性があり、頭さえ通ればその隙間をくぐり抜けてしまう。しかし鈴虫のようにこの特技を持ち合わせていない者も、もいる。コオロギ状化の多くの種では、同種、同性であっても、環境その他の影響により前、講師が長く発達し、飛翔することのできる長羽型と、 それらが短く飛翔できない短羽型が出現する。これらの違いは、その個体が生育する上で被ったストレスに関係があることが実験により確かめられている。幼虫時に足や尾毛等の付属紙を切断したり、高温や低温にさらして飼育すると、その個体は短羽型として浮かし、一方、寒品のまま適温範囲内で成長した個体は長羽型として浮かする。 また、長羽型として浮かして、直後に足を失うと、飛翔せずに師を脱落させ、飛翔能力を速やかに放棄する。これらのことから、コオロギは、体にストレスを受けると、体内のホルモンが、長羽による飛翔という冒険的行動をその個体に、控えさせるよう働くと考えられている。前足の形折に、鼓膜器官を持つ。田畑、草原、森林。 人家の周囲などの地上に生息するが、乾燥地、湿地、山地、海岸など環境によって見られる種類は異なる。ほとんどのコオロギは夜行性で、日中は草地や石の下、穴など物陰に潜むことが多い。中には洞窟性のものやアリズカコオロギのようにアリの巣に共生するものもいる。触覚、微毛、耳などの感覚器や鳴き声はこれらの暗い空間に、 適応したものである。夜間に地上を徘徊する種類には飛翔して10日に、飛来するものもいる。完全な装飾や肉食もいるが、ほとんどが雑食で、植物質の他にも小動物の死骸などを食べる。小さな昆虫を捕食するほか、動物性の餌が長らく手に入らなかったり、脱皮中で動けなかったりしていて、同種個体と遭遇した場合、共食いをすることもある。 飼育下でも雑食性の種類は植物質と動物質の餌を適度に与えた方が良い。脱皮後のコオロギの羽は白色をしており、しばらく時間をかけて羽が塊黒っぽく色づいていく。また、自身の脱皮した抜け殻を食べる習性がある。天敵はカマキリ、クモ、ムカデ、カエル、トカゲ、鳥類などである。このような天敵に遭遇したときは、 後ろ足で大きく跳躍して逃走する。義士の修正は、カエルのように動く餌を狙う天敵による捕食を、免れるには有効とみられる。また、湿地に適応した種類は水面に落ちてもよく水に浮き、人間の平泳ぎのように後ろ足で水面を蹴って、かなりの速度で泳ぐ。オスが鳴く種類は、 同種個体との接触に鳴き声を利用し、メスと出会って交尾するか、他のオスと戦って排除する。交尾が終わったメスは、途中や植物の組織内に一粒ずつ産卵する。温帯地方に分布するものは秋に成虫が発生し、卵で越冬するものが多い。孵化する幼虫は小さくて、羽がない以外は成虫によく似た体型をしており、成虫と同じ食物を取って成長する。 日本ではコオロギは身近な昆虫の一つで枕草子の昔からその鳴き声を趣があるものと捉えていた。日本で多く聞かれるコオロギはコロコロヒヨヒヨなどと表現されるエンマコオロギだが同様虫の声に登場するコオロギの鳴き声はキリ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 という犠牲語で表現されておりカマドコオロギだと言われる。またビートルズのアルバム アビーロードに収録されている楽曲、You Never Give Me Your Money には途中で音が途切れていたのだが、カウベルトコオロギの鳴き声のサウンドエフェクトが入り、自曲、サンキングへのつなぎとなっている。東南アジアでは、食用として各種のコオロギが市場で大量に売られている。一方、大型種は、食用や民間療法の薬として利用されることも、ある。 日本では20世紀後半以降一般的ではなくなったが21世紀に入ってもこれらの利用が行われる地域は世界各地に存在する。国際連合食料農業機関は2013年昆虫食は食料、飼料機器の特効薬たり得ると発表しているが2014年創業のアメリカ合衆国のベンチャー企業エクソはクリケットフラワーと呼ばれる。 コオロギの粉末を原料としたプロテインバーを開発、販売し、料理通信の報道によれば、注目を集めているとされる。プロテインバーの原料になるようにタンパク質が豊富で、ある。タンパク質の量は、コオロギに 100g あたり 20g、乾燥粉末のコオロギパウダーに 100g あたり、50から 70g のタンパク質が含まれている。アスパイアフェードグループ、エントムファームズなどが、 食用コオロギを生産しており、日本では徳島大学発スタートアップ企業、グリラスが大型の二星コオロギで参入を計画している。ジョインアースは2019年に養殖コオロギから醤油を醸造した。コオロギは飼育管理に比較的手前コストがかからず、繁殖力も旺盛である。このため、実験動物やカエルやトカゲ、大型肉食魚など、 肉食の愛玩動物のための手軽な池として、大量にヨーロッパイエコロギ、または二星コロギが人工繁殖、販売が行われている。中国には糖質と呼ばれ、秋にコオロギのオス同士を喧嘩させて楽しむ伝統的昆虫相撲競技がある。ただし、子供の楽しむ純娯楽的なものではなく、刀剣、刀剣、闘牛、あるいは太陽国の国技、 ムエタイやヒメカブトムシのメンクワン島と同様、歴史的には賭博協議として栄えてきた側面を強く持つ。島の宮廷で始まり1200年の歴史を持つと言われ、南宋の最小カニ道がコオロギ相撲のための飼育所、即式業を表している。その後、宮廷のみならず民衆の間にも娯楽として普及した。映画ラストエンペラーでも描写された娯楽である。 人々の身分や地方によって様々な流儀やスタイルが生まれてきた。新代の回帰小説集、両祭司は、宮廷が各地に優れた功労儀の権能を割り当て、応じられない各地の責任者を厳罰に処するなど、糖質流行の理念を描く。ある村の役人は、上司から強い功労儀の捕獲を命じられ、網を持って村中を探し回るが見つけることができず、 罰として立てなくなるほどの激しい拷問を受ける。ようやく一匹を捕まえるが、幼い息子が誤って殺してしまい、責任を感じた息子は井戸に飛び込み自殺を図るなど、宮廷の糖質流行に伴う民衆の悲劇を描写する。糖質の対象となるコオロギの種類は、つづれさせコオロギ族が主で、糖質用に育成された個体は、糖質戦士と呼ばれる。糖質戦士の育成。 管理、試合実施に使用される、様々な容器、器具も発達しており、それらは伝統工芸品としても一大文化を形成している。文化大革命の際は、他の多くの伝統文化と同様、非生産的な旧文化として、工衛兵集団による弾圧の対象となったが、根強く生き延び、現在もなお盛んに愛好され発展を続けている。 様々な大会も催されており、優勝したコオロギは、虫王、将軍といった称号で呼ばれる。戦術のように、本場で糖質に使用される種は、綴れさせコオロギが多いが、他の属、種を使って行うこともできる。例えば、ミツカドコオロギや、エンマコオロギ等がそれらに当たるが、現代糖質は、同種でも、体格を厳密かつ構成に計量した。 体重制で競技が行われるため、つづれさせコオロギ以外が使われるのはあまり一般的ではない。日本の場合、多摩動物公園昆虫園のイベントで季節を問わない入手のしやすさから二星コオロギが用いられた例があるが、これも中国で糖質に使われることのある種である。コオロギ浄化の分類群を一家に示す。これらのうち、 原生化の系統関係は以下のようになる。ケラカを、ケラ状カグリロタルポイデアとして独立させる説もある。ただし、いずれにせよ、コオロギ状カとケラカは禁煙と見られている。さらにアリズカコオロギカとカネタタキカをカネタタキ状カ、マガアプリストイデアとして独立させる説もあるが、分子系統からは、側系統となる。逆に、姉妹軍のスキセダクティリディを、 コオロギ上下に含める説もある。コオロギ下が最大のトガで多くの赤に分かれる。これをいくつかのトガに分割する説もある。逆に、アリズカコオロギ下、カネタタキ下を、アリズカコオロギアマーマッカーファライニーカネタタキアマガープリスティニーとしてコオロギ下に含める説もある。コオロギという難読名字が存在する。宮崎県から熊本県に見られ、 有名人としては、サッカー選手のコオロギ晋三、声優のコオロギ里美、両親が宮崎出身が挙げられる。ありがとうございます。